朝日新聞がですね、あの中間決算で419億円の赤字、まあ、そして経営責任を取りまして渡辺現社長が退任ということですね。でさらにこれは朝日新聞の赤字で、まあ、社員が購読を自腹化、ということが浮き彫りになってきたということですね。まあ、一見ね、うん、経営危機みたいに見えるけど、はい、資産が莫大にあるんですよ、はい、そうすると、まあ、そう簡単には潰れない、うん、で今年はねコロナのせいで結構広告収入が減ったりとか、うん、あと不動産収入も減ってるってのがあって、はい、結構低調なんですけど不動産も結構たくさん持ってるんですよ、ね、これテレビ局新聞社総じてそうなんだけど、うん、で例えば TBS なんかサカスの収入だけで食っていけるってね、はい、赤坂よく言われてるぐらい で、はい、でそう考えるとねそう簡単には潰れないです、うん、だから、うん、なんだろう将来的なイメージとしては、うんうん部数はもうどんどん減っていく。だって昔800万部だった朝日が今500万でしょ。そうですね。多分10年後にはもう100万部とかね、うん、そのぐらいまで減ってると思うんです、うん、でもなんとなく不動産収益とかその他のまあビジネス収益とか、はい、あるいは総資産切り崩しとかで維持はされてるっていうね、はい、で維持されてるんだけど部数は減ってその時に世論にどのぐらい影響を与えてるのかなってのもちょっと気になるんです。まあ簡単にはね潰れないですか、うん、会社としてはその紙メディア事業を縮小させて、まあ、他にどういうふうに回していこうかっていう方針転換、今のところ社長なんかが社内で言ってるらしいのは、紙の編集部にいた記者とかを、他のビジネス部署に移して、その記者能力を使ってそのビジネスを展開してほしいみたいなことを言ってるみたいなんだけど、でもね、僕新聞記者出身の自分から言わせると、新聞記者出身のやつあんまビジネス向いてないかな。行かせる場所。いやまあ、なのですごいだからいいことか悪いことか分かんないんですけど、その会社は潰れないんで、その既存のビジネスと秩序が維持されたまま10年後を迎えるはずなので、変な世論への影響力だけを保ったまま質が落ちていくっていうね、これは非常に良くない。ああ害悪ですよね、それはね。もはやね優秀なやつ入んないですよ。例えばほら東大の卒業生がどこに入ったかみたいなランキングってあるじゃないですか。昔はねもう超上位に朝日新聞ってあったんだけど、今入ってないですよね、完全にね。優秀な人はあの新聞社に来なくなってきてる。そうするとどん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 人材の質は低下して、でも一方でなんだか分からない影響力だけは残り続ける。それがすごい、東海テレビがさよならテレビってやりました、ドキュメンタリーやったじゃないですか、ね、僕それこそその名古屋でやったホリエモン祭りで対談したんですよ、そのディレクターと、でそのために見たんですよね。ただもう予想以上の内容でこれはひどいと思ったんですよ。なんか放射能に汚染された怪しいお米セシウムさんっていうのを、あの要は仮テロップで作ってたプレゼントに使うその復興支援かなんかの文脈でその福島県のお米をこうプレゼントするって企画だったのに、その仮で当選者の名前のところが怪しいお米セシウムさんだってマジでやべえなこいつ仮でもこんなテロップ入れるようなやつが、まあもちろんその社員じゃないんですけど、なんか委託してるアルバイトみたいな人なんだけど、モラル下がりすぎだろうみたいな。なんだろう、でもね、もともとそういうとこなんですよ、日本の報道機関って。どっちかっていうと、モラル。なんだろうな、情報を伝えるっていう能力、あの機能と、もう一個、そう言いながらやっぱ権力監視しなきゃいけないよねっていうね、まあ、2つの機能があったとして、本当はこの情報を正確に伝えてほしいって今の多くの人の気持ちなわけじゃない。多分ネットなんかだと、玉砕混交で変な情報がいっぱいあるから、今正しい情報は何なのか、例えばコロナにしてもね、ワクチンにしてもなんだけど、そこはあんまり彼らは興味なくて、どっちかというと権力監視みたいなのにすごい興味があると。でその権力監視をしすぎると権力に反対することが目的っていう、なんか本末転倒な方向に流れていっちゃうわけですよね。でそれはもちろんそれでもちろん悪くないんだけど、なんだろうな、震災とあと安倍政権、はい、第二次安倍政権以降すごいそこがいびつな感じになって、はい、例えば東電、ね、経産省批判するためには福島は汚れてるって言わなきゃいけないとか、でそうすると福島のその人たちにとってはなんで私たちが汚れてるって言われるのって、私被害者のにっていう気持ちあるわけですよ。そこは無視しちゃう。で一方でなんか自主避難者みたいな、だから例えば東京とかに住んでて西に避難しましたと、別に東京には放射能は何もないので避難する必要ないじゃん、でもまあ避難した人ってのはかわいそうだ、ね、これは東電の被害者だって、そこをすぐ持ち上げる自信なんですよ。そうすると
自主避難者を持ち上げるため、あまりに福島は汚れてて住めないから逃げてきたんですとかね、首都圏が汚れてるから住めないから逃げてきたんですっていうふうに物語作ってしまうと、今度はじゃあ首都圏や福島に住んでる人は、私たち普通に住んでるのにって話になるわけでしょ。なんかそういうふうにね、なんか一つのものを一生懸命叩こうとするあまりに、他に被害者がどん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 出てきちゃうって構造を作ってきてるっていうのが今のねメディアなんですよね。だから怪しいお米セシウムさんは全くその通りで、だからなんかもう福島の米は汚れてるって言えば言うほどなんか政府批判になるっていう、そういうなんで歪んだ正義みたいなものが根底にあるんで、そういうのがどんどん増えちゃう。よそから何言われても、ただ僕なんかなんか言ってもですね、またわけのわからんネット病みたいなやつがなんか言ってるよっていうぐらいでしか終わっちゃう、始まらないんですよね。でその構造は多分組織が残り続けるより変わらないんじゃないか、まあ、若干ということはあまり良くないんですね。良くない、すごく良くないんだけど、すごく良くないですよね。でもソーシャルメディアってその一人一人の力っていうものをそのやっぱりすごく強くしてるわけじゃないですか。その個人で何千万フォロワーっている人たちがいっぱいいるわけじゃないですか、世界には。でその人たちの影響力も強くなってる中で、その、まあ、僕はだから対政府というよりは対メディアの方が怖いと思ってて、その、そういうさっきのその、まあ、しかもそこが昔に比べると全然規模が小さくて、要は没落士族じゃないけど、こうなんかプライドだけが残って、はい、そうですね、でお金はそこそこあって、なんか武器も持ってるみたいな。とはいえね、政府、まあ、政権とかのやり官邸とかのやり方見てると、前はね本当に新聞テレビが作った世論をすごい気にしてたんだけど、今でもまあ気にはしてるんですけど、どっちかっていうとね、彼ら僕の観察範囲でいうと SNS の世論の方を気にするようになってきてる、Twitter とか Facebook とかの、だからね、それでますます新聞テレビは怒るわけですよ、我々を無視して SNS ばっかり見てるみたいなね。だからそこのせめぎ合いがやっぱ現状起きてきてるのは事実なのかなっていう。ただね、そうは言ってもやっぱね、SNS の個人がそのメディアを戦うっていう構図は確かにあるんだけど、やっぱね、組織と個人ですよ、所詮そこは。総体として朝日新聞っていうそのシンボリックなものがそうじゃない人たちはない。で、今日本社会のね、そのメディア的な対立構図ってどうなってるかっていうと、一方に朝日新聞とか東京新聞とかね、毎日新聞、色の濃い新聞があって、でそれに対して批判している人たちっていうのは右翼じゃないんですよね、基本。これどっちかというとリアリズム系とか呼んでるんだけど、非科学的なことを言うなとかね、ワクチン批判をするなと、ワクチンはねこんなに副反応少ないんだからちゃんと報道しろって怒ってる人たちいっぱいいて、その人たちはどっちかというと、まあ、科学者だったりとか医療従事者だったりとか、あるいは僕らみたいな割にこう左右どちらでもないジャーナリストだったりとか、そういう人たちがいっぱいいるんだけど、そこのね受け皿になるメディア組織ってないんですよね。ないですよね。でその朝日新聞毎日新聞の対立するのは何かっていうと、どっちかというとみんなイメージしてるのは、なんだろう、月刊花だとかチャンネル桜とか、そっちになっちゃうわけですよ。でもそれ違うよねっていうね、もう保守で右翼だから、だからそこのね構造的な問題あるかなっていう。でもそこの受け皿があったとしても、そこってそのなんか力を持てそうにないですよね、なんかイメージ的に。それはね鋭いです、なぜ鋭いかっていうと、結局左も右もすごい、なんだ、党派集団、で党派集団だから固まりやすいんだけど、真ん中であたりで科学的な、ね、思考に基づいて基準なんか見てこようって人たちは党派嫌いなんですよ。そうですね、組まないので、そうするとね、そういう勢力になりにくいってのはあるんで。じゃあ事実に基づいてその組織として維持できるインセンティブもないってことですか。そこまで身を投げ出してやるほど暇な人はいないっていうね、みんなそれなりに専門職の人たちが多い、まあ、大学の先生だったりとか、そういう技術者、医療従事者だったりとか、割にこうなんだろうな、科学的知見のある人がやっぱ多いですよね。だからもうどっちかというと今のこの対立軸って右対左ってみんな言いたがるんだけど、実はそうじゃなくて科学対比較とかね、そっちの方が強いんじゃないかな。確かにそうですね、その通りです、そうなんですよ。